作らなければということで、これを中国で書いた最大の一つに、これをぜひとも習近平に、国家主席に手に取ってもらいたいということが最大の思いです。そして多分日中が握手するときに必ず握手するための題材が求められます。だからこういう人がいたんだということをぜひ知ってもらいたいということで、お互いに両方の国民が理解できる、国内世論が理解できるということを考えると、李登禅というのはこれから本当に習近平、そして、安倍さんが一つの材料として、未来的に使っていただければという思いもあって、そしてこれは日本人が書いたのではないと、それは中国人が書いたわけではないと、その歴史教科書じゃないんだけど共同でこう書いて、そしてその部分は毎日、日本にもテーマ先生に来ていただいて、そしてその赤十字いろんな場所を回りまして、その中でその中国来三門でもないということを目指して、書きました。そしてこの本をこう開始したのはその去年の今頃は本当は出版する予定だったんですけど、やっぱりその彼女が指導者っていうのもあるんだけど、もう指導者といっても中国の人も彼女を忘れ去られてるっていうことで、今日那さんがお越しになってるんですけど、お孫さん、直系のお孫さん、もう中国の人も彼女をよく存じ上げてないということで、それで私がこの本を書いて、まあ、出版社も中国で一番有名な出版社で譲って、私どもの北京大学の出版社じゃなくて社会学院の出版社で出すんだっていう意気込みでこう出しましたら、やっぱり一番は親方ご成功期で本当に固い仕事をしてくれて、普通は2週間で降りるような許認可をこの本は1年かかりました。1年かかって外交部、党中央、宣伝部といろんなところに回りました。そういう回ってる中でもう出ないだろうということを言われまして、そして外交部の人もいろんな人がこれは本当にいい本だと言ってくれるんだけど、許認可の話になると今は宣伝部にあるから宣伝部が許可を出せば出しますということを言われまして、それを救ってくれたのが先ほどスピーチいただいた萩生田官房副長官が最初の団長として来た時に、全ての時間を差し上げますからこの本が出るように私もお手伝いしたいということで、宣伝部の部長にアポイントを取って、萩生田さんに会ってほしいということを言ったら、中国は日本と違って私も毎日忖度をしながら仕事をしてまして、忖度をしてくれて、まあ、本人がいないから言ってもいいと思うんですけど、安倍の代理人には会いたくないということで、すぐに会いたくない代わりにすぐに許認可を出しますと外交部にすぐにこれを出してくれて、それでちょっと萩生田さんが来たにもかかわらず、ちょっと予定も入れたにもかかわらず出してくれるということで、もう会うこともなくこの本が出て、それからすぐに、日本での出版も同時にこう出版を目指してましたので、ダンさん、その石川先生ですぐに1時間後にこれの最終作業にこう入りまして、今の日本語版もずっと出来上がってたんですけど、これが出て、もうとにかくね、もうこの出版社がね、社会科学院出版社って有名なんですけど、もう二度とお付き合いしたくないところで、今日出版社の人来てないんですけど、もう最悪の出版社だったんですけど、もう最後に本当にね、助成金とかね、いろんなことを求められて、それで私が主催するそのお菓子のカビ基金という日本研究基金が